ろしくお願いします。早く終わってください。北斗の拳天正の設定6バトルとなってます。よいしょ。プロで終わってしまうっていう可能性もあるんですけど、そこ面白いですよね。そうです。こういうことが起こりうるんですよね。やっぱり設定がもう6の時っていうのは。やったー、でかい。次の新天照ラッシュどっちが出せるかにかかってますね。僕これでよう外すんですよね。え、まあまあ外すんですよ、ね、カイゼルですよね。はい。おお、さすが。いつもと違う。いや、大体勝ちますよ、カイゼルは。負ける方が少ないですよ。おかしいな。あ、いいっすよ。いいですね。これはありがたい。でも僕はもうさっき子役レベル1で突破してるんで。確かに。カイゼル余裕でしょう。ここは僕ちょっと相性悪いんでね、カイゼルとはちょっと相性悪い。カイゼルと相性悪かったらもう北斗と一緒打てないですよあ、これあレア役ですね。そこチェリーですね、チェリーこぼしてますね。レア役 70% なんで、はい、今日チェリーでした。さあ、こちらは相変わらず200ゲーム台で松本行きます。海洋カイゼルに海洋、めちゃめちゃ相手がいいですな。リプレイで 45% なんで、行ったでしょ、行ってるかも。余裕でしょう。よいしょ。まだか。まさかこれ。これでしたね。リプレイ引いたのに。はい。チャンス目からです。さあ残り2ゲーム、ここで決めれるか。海王。ガハハハ。いやもう余裕ですよ。余裕です。はあ、いやー厳しいなー、もう当たらんかー。いけー。 おええお、まさか。おい、おお、さあ楽しみですね。どこまでいけるかですか。ちなみにそこでトミーさんがもし2400枚出したら僕の負けが確定します超えれないので、はい、オッケー。いか、ちょっと全然僕の台は終了画面も半半だしトロフィーもブロンズだし枚数も負け取るし全部劣ってます。だから意外と分かりやすい台と言っても何回か当ててみないと分かんないですよね。結構早めに見切られる方多いですけど、そうですね、意外とねリゼロとかであっても1回2回じゃ分からないことよくあります。いやいやいや、そうですね、結果6だったっていうことは、はい、
あ、やばい、やばい、あら、あら、もうオッケー、それ気持ちいいですね。あとね、この間あのキリン柄のトロフィーが出た時は、はい、300ゲーム台ここでよくダンマスマゾーンに行ってたんですよ、たまたまかもしれないんですけど。で普通この300ゲーム台ってダンマスマゾーンあんま入んないんですけど、もしかしたらこの辺りの選択率の設定差あるのかな、ポゼっていうのが選ばれやすいのかなっていう印象は受けましたね。わ、復活して2連続の V、やはり。さあ300ゲーム台、割とこの地下通のステージには行くんですけど、断末魔像に入らないっていうことが普段は多いんですけど、まあ、今回といい、この間こう設定打った時もそうでしたけど、やっぱりこう設定ほど300ゲーム台断末魔像が多いような気はします。はい、おう、強いな、結構粘ってますね。粘ってます。ないよ、まずい、あかん、あかん、おー、粘るな、よかった、粘るな、よいしょ、うん、ラスト3ゲーム、アメリカ、ちょっと弱いな、やばい、今回はやばいって言いながらここまで来てますからね、はい、あー終わったか、さすがに、さすがにもうダメですかね。ダメか、ブロンズの奇数資産。まあ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 、特に6らしいらしいのはないのはないですね。いや、仕事に期待が持てるやつもないですね、まだ。そうですね、見たいな。まあ設定2否定とブロンズトロフィーが出たっていうところで3以上は確定してますけどね、はい、そうですね、今のところ見たいな、見せ場作りて、お任せください、もう私400ゲーム台に入ってきますので。そうですね、多分。はい、さあ、まあ多分ボーナスまでいくと思います、うん、あとは新天章ラッシュに入れれるかどうか、いや多分新天章ラッシュまでいくと思います。ここでそれが設定6だと思ってますんで、海洋、海洋、まあまあ、おお、キリン柄、キリン柄、いきますよ、最後の見せ場、あー、うっそ、見たか、貴様と実戦での鍛え方が違う。6だから勝つとは限らないんですよね。やっぱあれですかね、いくら設定高いといっても勝負どころで引けるか引けんかは本当にこう打ち手次第というところあるんで、だから面白いですよね。そうそうそう、おー、あれ、せんべい、あー、金か、4以上、やっとこう設定っぽいやつ出ましたね。ちょっとこれ金のトロフィーは設定4以上っていうことですね。はー、金でも嬉しいですよね、普通にホールで打ってて出てきたら。そうですね、
やめづらくもなる、やめづらくもやめづらくもなる。いやトミーさんの方はね結構設定下が出てていいですけど、本当にこっちは何も出ない。本当に設定6にしてあるのかな。しましたしました、見ました、しました、見ましたよ。はい、強雑魚赤背景。さあ決めようかな今日の勝負を。赤文字ですね。激闘ボーナスはいきます。さああとは、あとは新天章ラッシュに入れるかどうかですよ。勝負球は2つしかありませんのでちょっと弱いですけど頑張ります。勝負球は2つ、子役レベルは 1! 1! うわー終わったかな。何子役レベル1とか2ってただ6でしょ、そろそろ勝つんじゃないって思っちゃいますけどね。相手は強敵ハン、レア役よう引いてますよ。レア役バトル中に 50% 行くでしょう。リプレイも引いたよ。はい、うん、もうレア役とリプレイ引いたらもうね 25% 取ってました。さあセカンドバトル、もうハンはやめて、ハンはやめて、ダメだ、まあもうハンばっかり。はい 25% 引いとるよ。うわチャンスアップきた、いった、よし、さああと一つ外れ目 7%、これで3つ目のバトルになります。さあ決めよう。よう頑張ってますよ、レベル1とレベル1で半と半でしたが、さあ3人目、ここも半、オール半、好きやな半。これで勝てなかった僕の勝ちですね。はい、でもこの流れね、ハンに勝って、ハンに勝って最後勝ちましょうよ。50敗以上、うわー、うっそー、おーチャンスアップ、ほらこれはやっぱり6だからっていうのありますよね。勝つでしょう。はい、いや普通勝てないですよこれで。結局子役レベル1のね激闘ボーナス今日2回戦してますから。はい、というわけで、2回目の新天章ラッシュ突入です。トミーさんとの差がさっき700何十枚ぐらいでしたよね。2回目の AT 獲得、2回目700枚取れましたっけですよね。あ、ってことは、まあ、800枚以上出せば僕の勝ちということになります。あ、これはしびれるな。参ります、罰ゲームをトミーさんにやらせたい。しびれるわ。800枚、まあ普段ならね1000枚ぐらいは出さんといかんよねって言ってる AT ですから。そうですね、6だから取れなくても仕方ないとは思いたくない。さあ今日初登場のリンです。ここは大丈夫、リンルーレット。はい、あとなかなか活躍できてない緑の海洋、そろそろ頑張ってほしいですよね。緑って意外と失敗すること多くないですか。多いです、ほら言ってた先から。ある意味緑が一番不安ですよね。いや本当、北斗の緑は初代から当てにならない、なんかもう緑より黄色の方が強いんじゃないかってね、あの初代のオーラの時から思ってました。
あーよかった、一発目で決めてくれた。ついでにここも V ちょうだいと、打ってる人にだけ分かるこの気持ちいい風。717枚、あ、トミーさん、僕が717枚出たら勝ちらしいです。余裕ですね。おー来た、分かんないっすよこれで、これでまあまあまあ進展したらしいね。入れば入れば入れば、頼む、確実な勝ちを、確実な勝利、勝負だわ。2つか、やだー、ちょっとまだまだ足りないよ。うわーよかった、続いた続いた。さあもうちょっと、もうちょっと頑張ればトミーさんを超えれる。弱いな。おー、ちょっと今のはね、リップか。おすごい、最後にギリギリでしたね。山形っす。あー僕ハン3回止めてますからねさっきラスト、おー繋がった、おー刺激きた、やばい、強ゼリー引いてないのに追撃来た。追撃は 50% で V ストップになります。 50% これ取れば僕の勝ちですよ。そっちが AT1 つなら、あーして ある、まだある、こっちも行った、こっちも行った、あるね。さあ追撃成功で2ラウンドストックになります。はあでもトミーさん、なんかそこでレア役とか持ってきそうな気がするな。まだあるね。おお強い、勝つんじゃない。うわあ行くんか、行くんか、そこやったー、やっと追いつきそうになったのに、いやーやったった、これはやったった、すごいですね、3回目、いやーすごい。ただまあ約2時間のバトルですけど、2人で5回の新天章らしい、よう当たりますよね、やっぱりもう結論から言うと6はよう当たる、よくはよう当たる、断末魔等にもよう行くし、激闘ボーナスにもよう行くし、この短い時間で2人で5回の新天章らしいですよ、まあ、この辺が、まあ、こう設定たるとこでしょうね。あーやばいんじゃないこれ、うわートミーさんがその辺にいなければ僕逆転してたんですけどどうどうですこればっかりどうと奇数しさの組み合わせばっかり、いやーダメだったか、ありがとうございます。まあもうでもこれはしょうがないですよね、そもそも僕が2回の当たりに対して富田が3回やってますから。あら、なんか出るかな、リンちゃん出た、この設定した、いや結構こっちの台は金のトロフィー出たりリンが出たりとか、いやさすがこの設定っていう感じ、腕細、本当ですね、指綺麗ですね半ばっかりバトルも半、終了画面も半、半ばっかり。さあというわけでバトル終了でございます。トミーさんありがとうございました。残念ながら私シーサーの負けということで、はい、この後自分で考えた罰ゲームを自分で今からちょっとやりたいと思いますので、すいません、もうちょっとお付き合いください。はい、よろしくお願いします。はい。
戦終了でございます。お疲れ様でした。いやートミーさん引き強、当たりの数もトミーさんが上だし、獲得枚数も閉店後だけのね引きやと思うんですよね。いやいや、お金かかると全然ダメなんで。あ、そうなんですか、はい、でもね、前回今回と、まあ前回はお客様が残された AT の続きっていうところでしたけど、ね、今回はね、はい、ゼロからしっかり当てられて、そしてまあ、僕をケチョンケチョンにやっつけてますのでね、ちょっと悔しかったですけど、いや、お見事でございました。ありがとうございます。いやちょっとね、これまだ続いていくんで、次どんなバトルになるか分かりませんけど、はいはい、ちょっとね悔しいですよね。負けて罰ゲームして、負ける気しないです。負ける気しない。ちょっと次あたり5号機いきましょうか。次回凱旋か番長3あたりのバトルができたら、ちょっと得意だー。え、凱旋得意だ。ちょっと待ってください。凱旋勝負なら僕もちょっとね、おお、そうですよね。負けたくない。お家芸ですからね、千里さんのね。まあまあ、まあ、いい結果はたくさん出せてますので、まあ、次回まだ何のバトルになるか分かりませんけど、ね、はい、はい、バトル騎士と、そしてそろそろトミーさんに罰ゲームをしていただきたいと思いますので、はい、3回目で、また次回もたくさんの方に見ていただけたらいいなと思います。さあ、というわけで今日もですね、はい、閉店後のお忙しい中、はい、そしてお疲れの中、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけで今回のバトルはここまでとなりますが、はい、そういえば森店長の姿が、進出鬼没ですからね。もう夜中はぼちぼち帰りました。あ、いたいた、何ですか、またちょっと気になることがいろいろあるんですけど、まずこのパンパンのワイシャツがいつも気になるっていう。はい、というわけで、はい、また次回もですね、こちら貴重な加古川店さんで何らかのバトルをやっていきますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけで罰ゲームなんですが、まあ、簡単に言うとトイレ掃除になります。ただパチンコ店のトイレにカメラが入るって、これなかなかないですからね。で、女性の方にはなんじゃそれって思われるかもしれないんですけど、男性の方はね、あ、これねって知ってる方いらっしゃると思いますが、おしっこの勢いでいざ勝負って書いてあって、ちょっと面白い便器があって、これ何かって言ったら、男性がおしっこをするときに的を狙うんですよ。で、的に当たるとこのメーターがこう上がっていくっていう、で勝負をするっていうやつなんですけど、要は便器からこう飛び散らないようにちゃんと この辺りにしてくださいねっていう促しですよね。まあ、こういうちょっとゲーム感覚のものもあるんですよ、キコーナさんで。面白い音やらないでしょ。今度キコーナ加古川店さん来られる方いらっしゃったら、ぜひチャレンジしてみてください。というわけで罰ゲーム、普段お客様が使われているこちらのトイレをですね、僕が掃除をしていきたいと思います。これ本当はトミーさんに、トミーさんのお店のお客様が使われるトイレですからね。本当はトミーさんがお客様のためにってこうやって便器を掃除しているところを撮りたかったんですよ。で、あ、こうやってトイレを掃除するんだぞっていうのを、また貴公の スタッフの皆さんにも見ていただきたかったんですが、残念ながら私審査がお掃除をする羽目になりましたので、こうやってね。でもなんかトイレを掃除するといいことありそうな気がしません？そうですね。なんかトイレをきれいにしてると、トイレに神様いるって言いますからね。神様いるって言いますもんね、はい。もうこれ終わりですか、静岡さん？え、ちょっと待って、え、なんですか、まだ汚れちょっとついてますけどね。恐ろしいこと言われてますよ。え、ついてました、なんか、はい、もうちょっともう一回ちょっと、あー、はい、どうしよう、厳しい、意外と厳しかった。これ時給いくらもらえるんですか？